はようございます。明けましておめでとうございます。リスペクトされてる今日方がいて、はい、ももちゃんのことを。え、かわいい、めちゃくちゃかわいい。ちょ、嬉しい。もも先輩おはようございます。かわいすぎる。おはようございます。今日ももちゃんに近寄ってみました。だいぶ近い。ちょっとももちゃんに憧れて、かわいい、ね、ギャルになってみました。かわいすぎる、嬉しい。しかも今日ちょうどニット帽かぶってきた。ね、一緒一緒。よろしくお願いします。お願いします。そう、これでギャルピ、ギャルピ、はい、今日久しぶりの土屋さんだと思うんですけど、はい、どうですか。はい、緊張してます。とてつもないオーラで、ちょっと挨拶すらちょっとドキドキしてしまいました。いろいろ走りを見ていただいて、今年1年も期待できるぞって言っていただけるような走りができるといいなと思っております。皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今回は2022年最初の DGB ドリフトトレーニングということで、土屋健一さんに再び来てもらっています。はい、せっかくですので土屋さんに最初の一言いただきましょう。お願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まあよく生き残ったね、この二人ね。まあだから半年前はね、もうなんかももなんかだ、これ大丈夫かねみたいなね。ひよこはなんかドリフトやったことあんだろうなぐらいだったからさ、大丈夫かねこの二人みたいな。まあだから半年経ってどんなもんかね、来てみました。そうですね、やっぱりあの今後のこともありますからね、いろんなところに使えるかどうかっていう、使えなかったら今日で終わりです。新年早々、新年早々、それはそうでしょう。半年も何やってたんだって感じでしょ。だからこれで今回でもう半年も経って、じゃあこの走りがどうなのか、使えるのかどうなのかって今後ね、で それをこう見極めに来たの。じゃなかったらこんな山の中にこんな寒いのに来るかっていうの、この正月に。ありがとうございます。ちなみに自信はあるんですか。自信はありますけど緊張はしてますって感じ。ダメだったら金沢帰れ。あ、私も自信はまあうーんって感じだけど緊張はしてますね、めっちゃ。でも私も埼玉帰れって言われてしまう。埼玉からもどっちこいしょ。やべー。あの土屋さんからああいうプレッシャーがこうね、こう二人にかけられたわけですけど、まあ、イコールお前先生何やってたんだっていうことになりかねないので、あの彼女たちに頑張ってもらわないと、私たちのメンツもちょっと危うい。さらなるプレッシャーなんで複雑な思いです。谷口の横に乗ってきたんだよ。谷口にちょっとドリフトの横に乗せてリカとモモを見るから。で谷口はすごい上手かったよ、上手ね、初代 D1 チャンピオン、とても上手。それを見て、あ、今時のドリフトってのはこういうのかっていうので、今日はリカとモモを見たいと思います。ちゃんと予習されてるんです。もちろんもちろん、もう2022年この2人を使うかどうかですから、はい、非常にあの重要なテストなんでね、谷口にお願いしましてドリフトの横に乗せてって乗ってきました。DGB のために、はい、そう、土屋さんが谷さんの横でわざわざ予習もしてきた、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。実はよろしくお願いします、はい、見てやろうじゃねえか。はい、お願いします。楽しみです、はい、よろしくお願いします。はい、走ってみましょうというところの前にですね、なんとまあ半年間ドリフトバトルで生き残ったリカさんとモモさんですね、はい、これから本格的にドリフトレーサーを正式にやっていく、挑戦していくということで、会社からなんとお年玉があります。え、お、やった、マジで、お年玉、なんかでかい、でかいお年玉だ。いや、ニヤニヤと思うんだ。でかいな。お、でかい、まあ、黄色ということで。ひよこの、やった、ひよこ、ひよこ用だ、こっちは。じゃあ、みかさんにこっちの、でかいの。ありがとうございます。でかい。開けていいですか。開けていいですか。開けろ。はい、はい、メインっぽい、これをメインっぽい。お、じゃかじゃん、そうだ、メッカだ。うわ、え、かわいい、ここも。え、待って、超可愛い。いいじゃん。すご
うわぁ、ね、はぁ、かわいい、かわいい、ひよこ、やばい、ひよこだ、かわいい、いい、なかなかいいぞ、大きい、こっちよ、大きいところいくか、あれヘルメット2個、まさに、あぁ、フルフェイス、フルフェイス、すごい、すねえお年玉だな、すごい、ラメラメ、最高のお年玉、すごい、ありがとうございます、すごい、すげえ。こんな贅沢させていいのかね。ねえ、ちょっと。やばい。でもまだ。まだあの。ちょっとまだ。まだある。まだ見える。今年も量多くない？めっちゃ多い量の。お、これはなんだ？これは？なんだ？これはなんだ？スーツ。やばい。やばい。そして私が黄色ピンク。やばい。おい。待て。超かわいい。かっこ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 いい。やばい。かわいいじゃん、ひよこ背中、ひよこ背中にひよこを背負っておーも、ハイビスカスかわいい見てもも、ドリギャル、ブラックピーチ嬉しい嬉しいひよこりかやばいなんなの、このお年玉はやりすぎだよ、やりすぎ6ヶ月でこんな贅沢さしていいのかね靴だこれはプーマのレーシング術かわいいめっちゃいい私1個も持ってなかったからいいじゃんちょっと超いいこれはプーマさんのはアンダーサスペクトですねこんなものまでかっこいいねえぴったりせっかくなので着替えてきていただきたいと思いますあーマジでそりゃそうでしょう、いやけどもんねなんか一流ドライバーみたいだよ見た目はなんか一流ドライバーみたいだよかっこいいじゃん嬉しい、見た目はまあなんかその辺の本当になんか日本のトップドライバーと変わんないよこれポイント上がりましたはい10点加点あ10 見た目な見た目見た目見た目ポイント見た目は一流はいえもうとにかく嬉しいし、うん、本当にもうありがとうございますでもなんかもうありがとうございますって今ここでしたいですはいそんな感じですでもしな、しはしない呼ばれちゃうもんね呼ばれちゃうもんねはいかっこよすぎる自分みたいな、うん、自画自賛してしまう確認ですけどあのこれダメだったら全部募集なんですかねそうこれはそうだよこれだってこれで走ってさ大したことなかったら全部返してって感じでしょねえそれはそう今世の中そんな甘くないはい、はい、その通りわかった全くその通りですね、はい、その通りでございますよろしいはいそれでは走りなさいはい、はい、お願いしますお願いしますあとは正確さとか美しさとかそういったところを勉強していけばいいんじゃない？ドリフトはできてるよ。まあひよこはなんとなくドリフトはできてたからね。だからそれを割とこう形にしてきたかな。まあももは何もできなかったから何もできないところから考えたらももはかなり上達したよね。じゃあこの2人は根性あるな。そういうのがあって、まあベストは出し切れたかなみたいなちょっと時々怪しいところあったけど、まあそれも踏まえてどう判断していただけるかという感じで、ドキドキしてきました。ちょっといいとこがなくてやばいね。なんか車から出たくないし、このままもうちょっと暴走してなみたいな。一緒に行こう一緒に。はい。
どうかしたかい。この午前中の走りを見ていただき、お言葉をいただけますか。いやもうやばい。まあ、ひよこは上手くなったなって感じ。お、やった。まあ美しさはないけど、あのドリフトは上手くなってる。よかったです。ももはね、何にもできなかった子だからね。ドリフトなんか何にもできなかった子だから、定常泳もできなかった子だから、まあドリフトはできるようになったかなっていう、はい、あとはもうそうだな、ひよこはやっぱりラインをもうちょっときれいに取るとか、あとは車の姿勢だとか角度をもうちょっとこう美しく見せるようだね。角度がこうつきすぎちゃってて、待ってる時間が長いんだろうな。だから美しくないんだよね。だからドリフトはできてる。だからまあひよこはなかなか上手になってきたと。でまあももに関してはまあ何にもできなかったんだから、まあしょうがねえかなって。ドリフトはまあなんとなくできてる。いやももはちょっといいとこなかったからやべえみたいな。全然やべえよ。やべえだろお前のは。ちょっとやべえと思って、やべえやべえやべえみたいな。なんかもう車から出たくなかった本当に今。今のところ午前中ではありますけど、スーツ没収とか。ど素人が来て半年でここまでできるようになったから、まあ今年1年走らせてもいいかな。しょうがないね。没収しません。やったー。よかったー。じゃあとりあえず、じゃあまだ土屋さんいらっしゃる、まだいらっしゃいますもんね。こうまだいてください。まあ見てもしょうがないよ。半日で上手くならないからね、ドリフトは。突然午後からとか言って、お願いした方がいいんじゃないですか。はい、はい、午後からもご指導お願いします。しょうがねえな。じゃあ午後も見るよ。お願いします、はい、お願いします、はいはい。もうこれ多分、私多分このスーツこれ以上太ったら着れないぐらいジャストフィットのやつで。 いいよいいよ、このボディライン出てて素敵ですよ。じゃあ君たち、はい、お年玉もらったけど、はい、実はスミカ先生からもお年玉用意してます。え、ちょっと待っていたまえ。はい、はい、うわ、なんだろう。いや、あスミカグローブとか映っちゃった。ちょっとね、プーマさんからありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと来ているんだけど。お年玉でーす。ありがとうございます。限定品なんですけど、ちょっと黄色の方は販売もしてない限定品なので、はい、レアじゃん。この FET のグローブは遠くから見ててもハンドルさばきがバレるので、はい、遠くからもアドバイスしやすい。なるほど。はい、いっぱいそれが擦り切れるほど練習してください。はい、わかりました。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。午後も頑張ろう。はい、午後も頑張ります。頑張りますね。イエーイ、イエーイ、イエイ。私午後からちょっと見ていただけるということで、より一層気合を入れて頑張りたいと思います。お前より一層気合を入れるとただスピンするだけ。間違いない。中で何やってるかすぐ分かる。いいとこ見せようとしてスピンしてる。ひよこはもう角度つけすぎてドンブラコドンブラコみたいな。テールスライドだし。私はちょっとひどいもんになってしまったんですけど。いつも青じゃねえのか。いつも青じゃないです。本当に私いつもなんかそう言い訳とかしたくないとか言うけど、もうここはめっちゃ言い訳させてください。本当に違う。へえ。はい、ちょっと、うん、まあちょっとね、うん、ちょっと午後はもうちょっと、はい、輝くレイアウトにちょっと変えてみたいかなと思います。はい、なるほどですね。待って、え、何か、え、待って、なんか来たぞ、アライブフーン。来ましたよ。え、やばくない。アライブフーン2台来たぞ。え、アライブフーンが2台。赤と黄色ですね。赤と黄色ですね。ってことは2022年のお年玉か。お疲れ様です。はい、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。彼女たちのニューマシンみたいです。これは半年間もう頑張って頑張って頑張った2人に対して、残った2人に対しての会社からのスペシャルなお年玉になります。すごいじゃん。泣きそう。私もちょっと泣きそうなんだ。冗談でしょ。え、このヘタッピーに。もう冗談を。なんかちなみに知らなかったの。知らない知らない、全然知らない。こんな綺麗な車をモモに乗せちゃいけない。
今日これ2台じゃ持ってきたって感じですね、はい、そうですね、2日3日ぐらいはあんま寝てませんがこれは2022年うまくならなかったら没収です。ライブスーンの文字が書いてあるかと思いますが、今年初夏に公開するというアライブフーン映画でございます。ドリフトの映画です。はい、2人にはこちらを乗り回していただいて、アライブフーンどんどんと宣伝をしていただきたいと思います。はい、はい、こちら宣伝よろしくお願いします。もう宣伝させていただきます。宣伝になるようにめちゃめちゃかっこよく走れるように頑張ります。めっちゃありがとうございます。嬉しい。まあだからもうこのまんま普通に大会に出れますよ。400馬力ぐらいなんで、そのまま大会に出て、まあ、直樹が乗れば勝てるレベルの車ですよ。もうそのまま土屋さんの言う通り、あの大会に出て勝てる車を作っときました。どっちも400馬力ぐらい、はい、2台とも同じぐらいで、うん、はい、まあでもマックスハイブーストにしたら2台とも500近いんですよ。マジか、はい、マジで。まあ、400馬力あれば十分で。あ、そうですね、うん、400で十分、全然十分。あとはもう本人たちの腕次第って感じですかね、はい、腕上がんなかったら没収だよ。いや、そりゃそうでしょ、はい、なあ、今年はもうだって1年あんだからさ、1年の間に上手くならなかったら没収ですよ。なんか没収で緑に色変えてほしいらしいんで、土屋さん言う。ああ、なるほど。土屋さん色に、わかりました。谷口の横に乗ってきたんだよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、横に。横に乗るわけねえだろ、お前。そうそう、危ないだろ。横に乗ってくれない。あれ、だから横に乗ってもらう気満々で、もうめっちゃ身構えてきました。お前ふざけんな。お前朝の練習であのガードレールに向かってったんだろ。お前向かうところが違うなんだよ。ガードレールに向かっててんだよ。今年2022年1年経って、あ、これだったら乗ってもいいかなと思ったら乗っています。はい、ちょっと目標が一つ増えました。いい、うん、私今、はい、ダメだったらでも土屋さんが緑に変えちゃうらしいですけど、2台とも緑に変えちゃう。いいんですかね、それで。いや、いや、何が嫌だ。贅沢言ってんじゃない。世の中はそんな甘くないんだ。ちゃんとこのままこの車は黄色のひよこ色のままで認めていただけるように練習に励みます。まあ君たちも今年1年だね、はい、それでは午後走っていただきましょう。はい、はい、行きます。え、午後は一発目これで走っていいんですか。これだ、これ。デフもミッションも温めるの、いきなりドリフトなんかしないの。バカだよ。すいません、お前もだ。ちょっとそのままバーってモーチについて。大事な車っていうのは熱をまず入れるの、はい、そこから水温も上がってミッションもデフも熱が入ったなと思ったらドリフトするんだよ。はいはい、はい、怒られました。怒られ、そういえばこの間習ったことなのにすっかり忘れて、なんか飛び出してたような。まずグリップ走行をまず何周かしてきて、まずそれできなかったらドリフトできない。
下手っぴだからこんなのはしょうがないよね。当たり前だよね。蚊に刺されたようなもんだよ。なんかちょっと本当になんか 笑えないんだけど私笑ってやるか笑ってください。もう笑ってくれた方がまだこんなの大したことねえよ。はい、努力でやってる人間からすればこれは全然大したことだ。まああそこはな、折り返し遅れるとぶつかるわな。はい、まあいい勉強だ。まあモモはノリノリになるからしょうがねえなちょっとやばいな。なんかテールですかねこれ。テールです。ない。そんなの攻めないんで貼っとけ。本当ですか。ないです。はい。土屋さんの言葉。攻めないんで止めときなさい。いや、なんならなくても。そうそうそう。はい、こういうもんかな。今年最初の DGB ドリフトトレーニングでしたが、スタートの日以来の彼女たちのを見て、本日どんな感想を持ちましたか。まあ、半年しか経ってないんですけれども、2人ともね、上達はしてますよ。まあ、今年1年走ってもいいかなっていう感じですね。なんかいろいろ事故あったみたいですけど、あ、まあドレスやってたらね、リアバンパーぐらいみんな飛ばしてますからその辺はいいんだけど、やっぱもうそういうそのどこで止めるかっていうのをね、これから覚えていけばいいんじゃないかな。まあひよこに関しては最初からドレスはできてたんだけどもね、それがもうちょっとこう繊細なドレスになっていくと角度も抑えてみたいなね、あの流されるドレスが多いんで、その辺なんとかすればいいんじゃないかな。はい、モモはもうなんか勢いだけで行ってるから、ドリフトはもうあの全然ね、最初来た時は何にもできなかったんだけど、半年でよくここまでできたなっていう感じですよ。だからまあこの2022年でどれだけこの1年上達していくか楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんか先生やってて、まあちょっとここそこやっていかなきゃいけないなっていうところをズバリ土屋さんに言われたなっていう感じですね。でまあ今年はもう大会とかに本格的に参戦していくんで、まあ、私たちもうちょっと厳しくというか、もっとねやっぱ詰めていかないと、勝ちに行くためのレッスンをもうちょっとしていきたいかなと思いますね。半年ぶりに土屋さんに、まあ、見に来ていただいて、レッスンのお二人さんも、まあね、だいぶ変わったいい方向に褒めてもらえたんで、まあ先生としてもやっててよかったなと思います。今年から大会とかもシルビアで出ていくんで、もっとサーキットでいろんなもうちょっと特訓をレッスンしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。今日午前中はひよこ号で走って、実力8割9割出せたかなみたいな感じではあったんですが、午後からまさかのお年玉いただいて、1号に今年は乗らせていただくことになったわけですが、乗りにくいひよこ号の乗り方の変な癖を早く抜いて、この乗りやすいこの1号に慣れていきたいなと思います。私はこのめちゃめちゃかっこいいイケイケのシルビアで、イケイケの走りがこの1年でマジでできるように頑張ります。なんでもう見ててください。もうみんなにおお、お前やるじゃんって言われたいです。はい、私も言われたい。土屋さん見ていただけますか、これから。まあ1年ね、1年見てみましょう。1年経ってどうかっていう感じですよ。成長するのかしないのか、その辺が楽しみです。今日はね、たくさんのお年玉あったかと思います。はい、車見ていただくとね、アライブフーンという文字もあります。今年はドリフトの映画アライブフーンも公開されます。もっともっとドリフト熱広げていきましょう。本日はお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ゲームでは日本一なんで。